こちら F スターの丸山です。今回ですねマッドマックスフュリオサのネタバレありレビューでございます。まだ見てない人はですねネタバレなしレビューが、上がってますのでそちらを先に見ていただけますと幸いでございます。ここがねネタバレ OK のコメント欄になってますんでよければねコメント残してもらえますと幸いでございます。じゃあ僕はねネタバレ全開でやっていきましょう。はい、もう冒頭のもうあのロゴですね、ワーナーのロゴ、もうこれが出た時点でもうぶち上げでしたね。もう完全に同じ、はい、でしかもオープニングのあの何でしょうナレーションベースで進んでいく、シーケンスですね。あそこももうほぼほぼ一緒でね最高だったなと思いますね。パート5個に分かれてね構成されてた感じでしたね。マッドマックス異界のデスロードの世界観、これを拡張してくれたっていうところ、これが本当に最高でしたね。はい、まずもう森のショットから始まりますよ、いきなりね。はい、森あったんだみたいなねところだし、あとあのババリーニ、鉄馬の女のあの里ですね、里あったんだ、本当に里あったんだね、緑の地あったんだっていうところから始まっていくと、はい、いやこれでもうワクワクだし、あと後半の方になるとガスタウンとかねバレットファームか、前作ではね話だけ出てきてたあの武器将軍とか人食い男爵がね仕切ってた、うん、あの別の町っていうのが出てくると、前作でもさらっと言われただけだったから今回ねがっつり中も見せてくれてね、これが本当にワクワクしましたね。ディメンタスが仕切ってるバイカー集団が出てくると、はい、だから別の勢力ですね、イモタン城以外の別の勢力が出てくると、もっとね複雑になったんですよね。マッドマックスの世界に深みをこうどんどんね付け足すような映画になってて、それがすごく楽しかったポイントだったなと思いますね。イモタン女王が仕切ってる軍団とでディメンタスが仕切ってる軍団で、ここがね一時戦争というか、ディメンタスが砦にね、突入していくという感じになって、で演説、ディメンタスの演説始まると、ここのね演説のところでヒューマンガスめっちゃ思い出しちゃったんですよ。マッドマックス2の悪役ヒューマンガスですね。この人今だともうネットビームになっちゃってますけど、うわ演説シーン来たわと思って、異界のデスロードを期待していったらなんか1と2みたいな要素も結構かなり入ってたんですよね今回。そういうあの演説だったり、対立してる勢力があって、それが、争い合ってるってところとかもマッドマックス2っぽいしね、まあ、2は結構一方的に攻められてる感じだったけど、はい、まあ、そんな感じでね、そう敵対してる組織っていうのがあるっていうところで、結構マッドマックス2みたいな感じあるなと思ったりしたしね、はい、まあ、そんな感じでうわそっちなんだと思って、バイクね、バイク、はい、だからバイクがすごい出てくるんですよね今回。まあ確かにねそうって感じ。まあもうウェイストランドなんで辺り一帯が、もう本当に何もないんですよね基本的に。一箇所に留まって生きるのは結構難しい土地柄というか、そういうところがあると思うんで、バイクで移動しながら生きていく、生活していくっていうのはめちゃくちゃ理にかなってるなと思いましたね。だからその妹誕生みたいに砦があったら、それはね車っていうか、うん、もっとそこをね住みやすくすると思うんですけど、なんか住みやすい場所、あそこ以外住みやすい場所ほぼないからね、バイクっていうのはねすごく理にかなってますよね。はい、そこはすごく今回納得できたところでありましたね。やっぱねディメンタスのバイクがちょっとねまたやばいもん乗ってんなって感じで、すげえワクワクしちゃったんですよね。あの中世のヨーロッパの将軍が乗ってるみたいな改造しててね、チャリオとかあれ最高でしたね。めちゃくちゃどうやって操縦してんだろうみたいな、ほんとよかったあれ。なんかいや笑ってる、今笑ってるけどね、だからほんと常人には思いつかない発想でね、すごく良かったですね。そのバイクで言うとねルック的なところにもつながってくるんですけど、結構バイクとか車のシルバー感ですね、金属っぽい光ってる感じっていうのがその前作よりもかなりあったなと思ってて、前作はね結構錆びてる感じだったんですよね全体的に。なんですけど今作はちょっと前の話なんで、どれもねピカピカなんですよね結構。それが結構ね昔のマッドマックスみたいな感じがあってね、だけど砂漠でで空は青くてっていうね、その前作のマッドマックスのルックっていうのは頼もたれてて、マッドマックス2とマッドマックス怒りのデスロードの愛の子になってる絵の構成っていう感じがしてね、これいいとこついてきたなーっていうところがありましたね。これ素晴らしかったですね。古いんだけど新しいっていう、その質感になってました。これはね結構しびれたというかたまんなかったです。
で今作ももちろんねカーアクションもうふんだんにありますね。はい、ふんだんにあるんですけど、怒りのデスロードほどの、物量ではなかったかなというところ、これがちょっと肩透かしを食らうポイントだったかもしれないなというところでしたね。結構カイアベースで序盤とか進んでいくんで、そんなにね、ゴリゴリアクションで見せていきますっていうタイプの映画じゃなかったんですよね。なんですけど、アクションカーアクションのところはマジでね今回もすごかったですね。はい、ちょっと本当にね他の追随を許さない、まあ、前半が結構会話ベースのところで2つの軍団のこの圧力というかその冷戦状態みたいな感じ、もういつ戦争が起きてもおかしくない状態の積み上げっていうところもあるし、まあフィリアサが今回主人公なんでフィリアサがどう成長していくのかでどう憎しみをこう溜めていくのかっていうのをかなり緻密にやっていくんで、それがねやっと後半でこう爆発していくってところでね、かなりその気持ちの乗っかり方もねすごい良かったと思います。後半のフィリオサがアニャ・テイラー・ジョイになった以降ですね、それ以降は結構ねカーアクションのシーンが、バンバンあって、しかもすげえ派手で長いっていうね感じがあってね、そこはやっぱね楽しめたなと思います。ドライバーのジャックが出てくるあたりのアクションシーン、これはマジで素晴らしかったですね。はい、てかもうジャックがすげえいいんですけど、そもそもね、ほんとキャラクターとして最高なんですけど、密航してたフィリオサと、とりあえず今危ない状況だから、でしかも結構腕立ちそうだからその場で一旦信頼して銃を渡したり連れ去られそうになるのを助けたりする、その無言でのあこいつやれんなっていうその信頼が見えるやり取りっていうのが本当にうまかったなと思います。これ前作も怒りのデスロードでもあの谷越えた後の、マックスとフィリオサの共闘のシーン、あそことかもね無言で信頼し合って敵を倒しまくるっていうところがあって、もうここでねすげえうまいなと思ってたんですけど、まあ、今作もそういうところをうまく入れてきてて、良かったなと思うポイントでしたね。バイク2人乗りしてて後ろのやつがこう風力でパラシュートの要領で空に浮いてくみたいなやつがあってね、うわまた変なことやってんなとまた新しいビジュアル的に面白いことを入れてきたなと思ったら、プロペラ積んで普通に飛んでるやついたからうわ飛んだついにと思ってね。でボミーノッカーね、ボミーノッカーだっつってね、どっかのウォーボーイズがね言ってたんですけど、ボミーノッカーってなんだと思ってたらね、あれだったんだみたいな、後ろのなんか尻尾みたいな出っ張りが回転するんだと思ってね。でもう一個のね最後の方の、カーアクションですね、バレットファームでのカーアクション、これもすごかったっすね。まあカーアクションガンアクションでもあったっすけど、しかも熱い、ここはね特にもうほんとジャックすげえ好きになったんですけど、今作でジャックがめちゃくちゃ男見せてね、フィリオサを先に逃がすと突っ込んでくっていうね、もうマジ男すぎるだろうっていう感じがもうかっこよかったんですけど、フィリオサもねジャックを助けに行くと、この展開も超熱かったですね。そこのねウォータンクでの、突っ込んで車をぶっ飛ばしまくってるところも良かったし、その後に抜け出して一旦ね、フィリオサとジャック2人で一回逃げれるんですけど、その後にディメンタスがあの6輪のトラックで来て、でそこのね車のぶっ飛ばし方っていうか踏みつけ方もすごかったしね、フィリオさんのね左腕もやられちゃうというところもあったりして、ね、すごい重要なシーケンスだったし、映像的にもすごい派手でね、本当にカーアクションとも上手いなというところでしたね。今作結構政治っぽい話になってたなと思ってて、まあ、フィリオサが主人公でフィリオサの人生を追っていくんですけど、なんかそれ以上にそのウェイストランドのこの歴史というか、ウェイストランドをこの俯瞰してみたような映画になってたなという気がしてますね。ウェイストランドにおける勢力のこの権力争いみたいな、結構そういうところの面がねかなり強かったなと思いましたね。どういった動機で妹誕生が動いてるのか、あとディメンタスがどういった動機で動いてるのかってところもかなり描かれてたなと思うし、でその中でその、まあ、どちらも信用できないというか、まあ、ディメンタスはもう完全にね親の敵ですからね、はい、だからもう完全に復讐の対象だけども、まあ、かといって妹誕生を信用していいわけはないよなっていうね、この2つの勢力にね翻弄されるフィリオサっていうところがあって、でフリオサがねどう成長していくのかっていうね、この長いスパンで描いた話になってましたよね。前作の怒りのデスロードはまあ大体3、4日ぐらいの話になってたんですけども、今作は15年の歳月があるっていうね、このタイム時間のスパン
の壮大さっていうところもあって、ほとんどね歴史ものを見てる感覚に近いかもしれないなと思いましたね。で最後のね5幕目がね復讐の行方っていうねタイトルがついてましてね、ディメンタスに、単身復讐に行くフィリオサと、そうここでねやっぱりマッドマックスだなっていうのをねめちゃくちゃ思いましたね。マッドマックス1作目って警官をやってたマックスが、家族を殺されてそれの復讐をする話なんですよね、ざっくり言うと。まあマッドマックス2もあの街を守るみたいなところはあるけど、その犠牲になった人たちのために戦うみたいな、マッドマックスの根底って復讐っていうものがあると思うんですけど、まあそういったところでやっぱ最後復讐に単身向かうっていうのはめちゃくちゃマッドマックスだなっていうのを感じましたし、でマッドマックス2以降はね完全にディストピアというか秩序がなくなった世界の中でヒーローとしてマックスがいる、この狂気じみた世界の中でどういう人間性を持って生きていくのかっていうのを、見せていく映画だったと思うんですよね。最後フィリオサはディメンタスを殺さないんですよね、はい、そういったところで、まあ、復讐をするけど殺しはしないっていうね、このだからマッドマックスもう今までのシリーズを通したマッドマックスらしさっていうところがめちゃくちゃここ詰まってたなと思いました。最後の何そのディメンタスもここから木が生えてたんですよね、はい、っていうところでその今まで振るっていた男性性ですね、もう有害な男性性の象徴みたいなところがディメンタスだったと思うんですけど、男性性のね象徴をね木にして、で養分として育てて地に返すっていうね、森の中で育ったフィルヨサと、まあ、森のシーンから始まったっていうのもそことも繋がってくるし、結構ジョージ・ミラーらしい有害な男性性へのアンサーっていうのがあそこにあったのかなっていう気がしましたね。まあただ殺すんじゃなくて自然のためにまた再利用というか、もう一度このいいものとして作り変える、なんかそういったなんかジョージ・ミラーらしい、メッセージっていうものがあったかなと思いましたね。でまあそれがあってで果物取ってでワイブスたちがいるところに行ってね、前日談のねコミックがあるんですけど、これにもあったように、ウォータンクに乗せてマッドマックス1回のデスロードに繋がっていくという終わり方でしたね。でこの終わり方もね結構ローグワンらしい、あのスターウォーズのローグワンらしいね終わり方になっててね、これもおしゃれだったんじゃないかなと思いました。という感じでね、今作は本当に人間の愚かさっていうところですね。もうディメンタスが本当にね自己実現のためにもう何でもする、もう仲間も全然殺すようなやつだったし、だしそのあのバイカー集団もね本当に無秩序でね、マジで物ぶっ壊しまくるしね、あのガスタウンもねめちゃくちゃだったしね、一回行った時ね、っていう感じでね人間の愚かさっていうのがねもう前作よりもめちゃくちゃ出てますね。でやっぱマッドマックスシリーズっていうものがこの不条理ですね、不条理を受け止めてその不条理というか狂気に染まってしまうのか、それとも不条理に抗い続けて、自分らしさ人間らしさってものを保てるのか、保ち続けて生きていくことができるのかっていうねところを、めちゃくちゃ示してくれる作品で、まあ、そういったところでねマッドマックスらしさっていうところは本当に全開の作品だったなと思います。結構良かったなっていう気持ちはあるんですよね。今年見た作品の中だと、かなり指折りに面白かった作品だと思うんだけども、怒りのデスロードほどではなかったかなっていう気は正直してますけど、もう本当歴史に残る大傑作だったから、なんか比べるもんでもねえなっていう気はしてますね。今年劇場公開した作品の中だったらね本当におすすめできる作品でありますね。はい、っていう感じですね。みんなどうでしたね、よければコメントもらえたらねありがたいなと思ってます。で高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄の方にねいろいろ貼ってありますんで、よければそちらもチェックお願いします。それじゃあまた。